ノルディックスキーの全日本選手権ジャンプ最終日は5日、NHK 杯を兼ねて札幌市、マサルクラサンジャンプ競技場でラージヒル、ヒルサイズ、HS134m が行われ、男子は45歳の葛西紀明、土屋ホームが1回目230。5メートル、2回目に最長蓋尾の134メートルを飛び、合計 276.1 点で8大会ぶりに優勝した。3日のノーマルヒルを制した小林潤志郎、雪印メグミルクが 132.5 メートル、125メートルの260位。0点で2位に続き、3位に弟の小林陵侑、土屋ホームが入った。NHK 杯のみで実施の女子は伊藤有希、土屋ホームが123メートル、133メートルの 256.8 点で初優勝。高梨沙羅、クラレは117。5メートル。122メートルの 222.6 点で2位だった。大会は冬仕様の氷の助走路で行われた。共同、